人大竹の金銭感覚はサラリーマンとさほど変わらない。特上タン塩で3000円くらいするんですよ。焼肉談義の中で真剣に切り出した。プロ野球選手なら、高級焼肉はお手の物だと思っていたら、3000円を高い、と悩む姿があった。白星をあげたら、自分へのご褒美として焼肉に出かける。この時ばかりは、普段よりランクを上げ、最近は尼崎のお気に入りの店へ足を運ぶ。楽しみにしているのが、この金額の一皿だという。財布の紐を緩め好きなものを食べられる。単にハラミ、レバー。買ったら直行したいと目を輝かせた。焼肉食える嬉しさで泣いてたんか。特上タン塩焼き3000円って曲あったな。負けた日はスタミナ太郎直行らしいな。祖父版を出る喜び。祖父版もっとええ飯食わせたれよ。黒毛和牛上塩タン焼き680円やろ。泣くほど喜ばんでも。ちょっと酔い高めの焼肉やな。タンで3000は。今見るとクソ安いな。こんな値段で和牛のタン出るかよ。年俸2000万もらってても将来のことを考えてあんまり贅沢はしてなかったのか。タン塩ならカロリー低いからじゃんじゃん食え。タン塩で勝ち星変えるなら阪神は投手陣全員に焼肉食わせたったらええねん。いや塩タン3000円は高いだろ。来年5000万くらいはいきそうやん。よかったな。タン塩食べたくて泣いてたのか。今年から谷町の接待で超えそう。皆さん、大竹投手の大活躍、どう思いますか？これからも活躍してほしいですね。ご視聴ありがとうございました。